はい。どうもみさん、こんにちは。ズイこです。それでは今回なんですけども、キャッシュカード9月よりアップデート、送金、入金、不正保証制度などということで、今回は久しぶりのビザプリペイドでおなじみのキャッシュについてですね。まあ、このキャッシュが9月よりちょっとしたサービスの変更や追加が行われるということでしたので、そちらについて、まあ、公式ページを見ながらですね、お伝えをしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、早速お伝えをしていこうと思います。まずこちらですね。キャッシュカードということで。まあ、キャッシュいろいろ種類あるんですけども、今一番主流となってるのはこちらのキャッシュカードかなと思います。まあ、特徴としたら年会費無料で、年齢制限なしで作れて、還元率が1%。で、発行手数料は900円かかります。あとは、まあ、他のクレジットカード、ビザマスターと連携が可能となってまして、まあ、オンラインであったりとか、オフラインでも利用可能となってます。まあ、オンライン数と書いてるんですけども、これは気にしないでください。まあ、キャッシュカード、まあ、ざっとこんな感じとなっております。 ま、そのキャッシュが2020年の9月の7日よりアップデートがされますよということで情報が上がってきました。で、公式ページを見ながら、まあ、それぞれですね、ゆっくりと見ていこうと思います。まずは早速ここから見ていこうと思うんですけども、本アップデートにより、すでに本人確認を行いキャッシュカードを有効化されているお客様に置かれました。 本人確認アカウント、そうでないお客様は本人確認未完了アカウントに移行されますということで、まあそれぞれまあ区別されるということですね。で、その区別される基準なんですけども、それが下のイラストに出てる通りとなっております。まず、本人確認未完了アカウントに関しては、これまでまあ従来のキャッシュカードというんですかね、キャッシュカードライト、そしてキャッシュカードバーチャル、この二つに関しては、 本人確認未完了アカウントとなります。なので、まあ、ちょっと下にも出てるんですけども、キャッシュカード有効化がおすすめでない方という風に分類されるみたいですね。で、次にこちら、本人確認アカウントとして、こちらはキャッシュカードが該当するということですね。なので、下にも出てる通り、キャッシュカード有効化済みの方ということになります。なので、まあ、先ほどもお伝えした、こちらのカードを発行されてる方が有効化されてるという認識で大丈夫です。も、ま、う、あ、すでにね、もう所持されてる方は全然大丈夫ですね。 で、それを踏まえた上でまた次の内容なんですけども、まずこちら、本人確認アカウントなんですが、まあ、キャッシュカード発行されている方ですね。そちらの方に関しては、銀行口座からキャッシュへ直接入金ができるようになりますということですね。まあ、これまでそういった機能全然なかったんですけども、今回からは、ま、キャッシュカード発行されている方に関しては、銀行口座から直接入金ができます。 で、全部が全部の銀行が対応するというわけではなくてですね。まあ、ちょっとここにも書いてるんですが、2020年9月の7日より、下記の銀行口座をキャッシュに登録いただくことで、銀行口座からキャッシュアカウントへ直接入金ができるようになります。対応金庫は以下の、これ10行というんですかね、10行でスタートし、順次追加予定ですということで、 一応対応する銀行としたら出てるように、イオン銀行、関西未来銀行、熊本銀行、埼玉リソナ銀行、神話銀行、熊本銀行、水ズ三井住友銀行、ゆうちょ銀行、リソナー銀行。こちらがとりあえずは9月の7日から使えるように、ここから入金ができるようになるということですね。 まあ意外とまあメガバンクもそうなんですけども大きめな銀行が対応してるもしくはまた地方の銀行もね一部対応してるのでまあちょっと基準はわかんないんですけどもまあ一部の方はまず使える感じですかねでこれまでの,その入金方法に関してなんですけども出てる通りまあこれも公式ページにそのまま書いてあったんですがまあ使いすぎをですね防ぐためにこれまではそのクレジットカード登録されてるクレジットカードであったりとかセブン銀行 ATM とかコンビニとかペイジーとかで入金ができてました ですけども、そのクレジットカードからの入金とかは、実際にその管理が難しかったりとか、まあ、入金の際に足を運ぶのが面倒というようなお声が上がってたみたいです。で、今回、その銀行口座と連携することのまあメリットみたいなものなんですけども、大きく4つ取り上げられています。 まずこちらですね。キャッシュアプリから3タップで完了ということになるので、結構まあ入金自体はアプリ内で全て完結すると。次に銀行口座から即時引き落としがされるということですね。あとはリアルタイムでキャッシュにまあ残高が反映されるということになるので、本当にもうタップしたらそのまま引き落としされて反映されると。なので実際にそのお金の管理をよりリアルタイムにすることが可能になったということになりますね。 なのでね、まあ、これを一つのまあ安心につながるのかなと思います。もうすぐに銀行から引き落としされるのも目に見えてわかるし、なおかつキャッシュにも反映されるので、いちいちこう数時間後とかそういったのじゃなくて、もうすぐにわかるので、まあ、管理ができるのはもちろんなんですけども、僕としてはまあ一つの安心にもつながるのかなと思います。そして次なんですが、またその入金も含めたなんですけども、キャッシュの残高を銀行口座への出金ができるようになりますということですね。 そして、ここも見ていただきたいんですけども、出勤先の銀行口座を登録することで、キャッシュの残高を銀行口座へ出勤できるようになります。入金にご利用いただける従業だけではなく、全銀ネットを利用しているほとんどの全ての金融機関の銀行口座を出勤先口座としてご利用いただくことができますということになるので、なので、まあ出勤に関しては、まあいろんな口座を登録して出勤することが可能になりますよということですね。そしたら次こちらですね。 結構、まあ、個人的にちょっと注目しているところではあるんですけども、不正保証制度が始まりますということで、詳細は後日お知らせいたしますが、キャッシュより安心安全にご利用いただけるよう、不正利用時の保証制度を利用規約に明記、2020年9月7日より適用開始しますということですね。結構ね、まあ、このキャッシュに関する不正利用の時の保証制度というんですかね、もうこれは本当に結構僕の動画の中でもコメントちょくちょくいただいた これがなないいいいからキャッシュを使わないっててうコメントも結構いただいてました、まああとはそれと関連するかどうかってあれなんですけどもよくクレジットカードでもねプリペイドカードでも最近よくある 3D セキュアですかね、まあ、それもないのでもう使いませんっていうのもあったりするのでまあこの2020年の9月7日よりどんな風うなまあ利用規約になるのかってわかんないんですけどもまあキャッシュのユーザーってかなり多いとは思うので もしね、この保証制度がしっかりすれば、まだまだキャッシュのユーザーまだまだもっと増えてい,いきそうだな,なっていう風なイメージも湧きますね。あと、こちらもありますね。一部の残高の送金ができなくなりますよということで、クレジットカードやデビットカード、キャッシュポイントなどからチャージした残高は9月の7日のアップデート以降、送金にご利用いただけなくなりますということですね。まあ、まあ、結構ツイッターとか見る限りは、ちょくちょくこれを使ってましたよっていうツイートも結構見かけました。 で一応次の行にも出てる通り、本人確認アカウントに移行してるかつ、銀行口座、セブン銀行 ATM、コンビニ銀行 ATM から入金された残高に限り送金出金が可能となりますよということですね。なのでイメージとすると本当に現金を普通にチャージした分だけが送金出金可能ですよというイメージでもいいかなと思います。まあ、それが詳しく書いた表みたいなものもキャッシュの公式ページからありました。 まずはここですね。銀行口座とかペイジーから入金された場合とか、あとコンビニセブン銀行 ATM とかの場合なんですけども、そういったお金に関しては決済送金出金可能となっております。 そしてこちら、クレジットカードであったりとか、デビットカードから入金した場合は、決済は可能なんですけども、送金出金がダメであったりとか、まあ、先ほどもお伝えしたように、キャッシュポイントであったり、他サービスの売上金ポイント、アカウント移行時の繰り越し残高、そういったものに関しても、決済はできるんですけども、送金出金ができませんということですね。なので、ま、今で言うと、多分ちょっと似てるかどうかっていうのは、ちょっと微妙なところではあるんですけども、PayPay とかがちょっとそれにちょっと近いですよね。 で、あとですね、まあちょっと気をつけてほしいところもあるんですけども、本人確認未完了アカウントに関しては、まあ先ほどもお伝えしたように、そのキャッシュカード発行されてない方ですね、これに関しては送金の機能がご利用できなくなりますということですね。なので、まあ基本的にはもうキャッシュカードが本当に主流になってくる感じですね。で、あとこちらも、本人確認アカウントの移行についてということで、キャッシュカードを有効化いただくか、もしくは2020年9月7日以降に、 銀行口座をキャッシュアプリにご登録いただくことで本人確認アカウントとして送金機能を利用いただけますということですね。まあ、けどど実際にに先ほど見たように 10種類のまあ銀行口座しか対応してないというところもあるのでまあ早い話もキャッシュカード発行するのが僕的にはちょっと早いのかなという風なイメージも湧きましたまあけどね発行手数料900円って意外とプリペイドカードの中でもちょっと高い方にはなるのかなと思います最後こちらまた銀行口座の登録により本人確認アカウントに登録されたお客様移行されたお客様に関してはキャッシュカード申し込み時に必要な本人確認書類のアップロードが不要となりますと そして本人確認書類の都合等でキャッシュカードをご利用いただけてないお客様はこの機会にぜひキャッシュカードをお申し込みくださいということなのでまあ公式ページもねこんな風に記載がされてるのでまあ基本的にはぜひキャッシュカード発行してねっていうようなメッセージでもあるかなと思いますでもしですねまあ一応公式ページからそのまま発行するのも全然ありなんですけどもキャッシュカード発行する場合ポイントサイト経由がやっぱりお得かなと僕は思います で、まぁ、あ、ちょくちょくね、僕の動画でも紹介させていただいてるポイントサイト、笑うなんですけども、今現在8月29日土曜日であれば、笑うの公式ページからですね、確認したら、スマートフォンから作成するのみとはなるんですけども、 初回アプリダウンロード後、会員登録まで完了したら、120円分のポイントをもらうことができます。なので、まだね、キャッシュ自体使われてない方はね、笑う経由で、まあダウンロードして、まあ、発行してみるのもありなんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで今回は、久しぶりにビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュ、カード、キャッシュについてお伝えをさせていただきました。いや、ほんとね、このキャッシュの剣面もシンプルでシックなデザインになってるので、 たまにそのお会計とかで出してる時にそのカード何なんですかって言われることが結構あったりするんですよ。もしかするとそういった体験ある方っていうのはいらっしゃるかなとは思うんですけども、なんかそれ言われた時ってちょっと嬉しいですよね。 まあ僕自身このキャッシュ自体は今現在はちょっと利用頻度自体は下がってきてはいるんですけども来年から本格的には使おうかなというふうに検討しているところではありますでまたね9月からそのアップデートが始まった時に保証制度がどんな風になったりとかまた詳細のところが決まればまた新たに動画にしようかなというふうに思ってますんでまたぜひそれも楽しみに待っていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました